八神さん、準備はいい？ああ、行こう。ん？てめえ、八神、なんでここが、くそ！行こう。なあ、もう少しだ。死ぬ気で時間稼げよ。へい！待たせたな。どうした？
じゃやれねえか。八神さん、電気こんなんじゃ戦えないよ。ちょっと待ってろ。ありがとう。いねえぞ。どこにやがった。ここまで来やがったか。お前ら遊んでやれ。へい。
八神さん。はいはい、電気だろ、分かってるって。うらっ、離せぜ。やつだな。おい、相手してやれ。へい。遅かったな。待ちくたびれたぜ。杉浦、僕のことはいいから、八神さんはカイトさんを行かせると思うか。
もんだ。やっぱ本気でやるときゃこれだよな。いい加減にしろよ。羽村、まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか。この野郎。怪盗さん話せ。てめえが指図できる立場か。怪盗さん。おい、呼んでるぞ。さあ、まあ見ろ。今度こそ蹴りつけられそうだな。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。やってやるよ。てめえはなぶり殺しだ。
八神さん、終わった。杉浦、そっちも無事だったから手伝ってくれ。カイトさん、怪我どんな感じ？一発食らっただけだ。一人で歩ける。そんなに血出して何カッコつけてんの？まったく。よう、俺も手を貸すぞ。東、おやさん、外にバンが止めてあるから。早く医者んとこへ。俺はまだ用が残ってる。おう。もう俺も腹くくったよ。どうせお前らは殺したって止まりゃ死ねんだろう。気づくのが遅いよ、おやさん。よう、まだ口は聞けんだろ。これ以上あんたに時間かけたくない。ちゃんと協力してくれ。ご自慢のモグラは近くにいないのか？肝心な時にいないんじゃ役に立たねえな。親父、俺がここで死ねばまずいことになりますよ。ここにいる全員が生き残れなくなる。今ならまだ間に合います。この野郎をぶっ殺してください。つまり俺がそうしねえと、お前も一緒にモグラに殺されんのか？この世界には裏切っていい相手とそうじゃねえ相手がいます。俺のことは裏切っていい相手か？親父、モグラを裏切って死ぬか、モグラをかばって死ぬか、どっちがいい？モグラは俺らで捕まえる。どこに行けば奴に会える？奴は一体何者なんだ？黙ってないで答えろ！なら殺せや。何？なめんじゃねえ。俺はそんな簡単な男じゃねえぞ、こら！さっさと弾けや！そうかよ。大したもんだ。確かにあんたを少し舐めてたかもな。結構時間稼ぎされちまったな。そろそろ場所を変えた方がいい。まだ松金組の追っ手が襲ってくんだろうな。組長としちゃお恥ずかしい限りだがよ。じゃああんたが口割りやすい場所に行こう。ああ、いい店があるんだけどさ、キャバレー本丸園ってわかる？ふん、凶霊界のアジトだよ。何？あんたとモグラで殺し回った連中が待ってる。そこでも口割らなきゃ大したもんだ。褒めてやるよ。こりゃ面白くなってきたな。おう、行くぞ。よう来たな、羽村。ずーっと会いたかったで。松金組の組長さんでっか？俺は初めまして。せやけどあんた登場会の組長さん言うたら、まあちょい貫禄見せなあかんのとちゃいます？ああ、そう言われちゃ返す言葉もねえよ。塩屋さん、羽村にモグラの正体を吐かせたい。その間だけかくまってもらえるか？
どないしょう。俺は今も梶平会長から頼まれた仕事してるんだ。あんたらも手伝った方がいいんじゃない？厚かましいの、八神。俺はお前にはこの間やられた借りがあるんやで。せやったらそいつを先に返させてもらおうか。あん時は先にあんたらが真冬をさらおうとしたんじゃなかったか。ってことで俺はあんたに貸しも借りもないよ。しゃあないな。ほなその代わり一つ条件がある。条件？そっちの話が済んだら羽村は俺らによこせや。いいよ、喜んで。さすがにここじゃ借りてきた猫だな。あんたのそんな顔初めて見たよ。うるせえ。アドデック9の人体実験、その裏で暗躍するモグラ。真相へ近づいていく八神に仕掛けられた罠は、怪盗の流したちと引き換えに大きな収穫をもたらした。今松金組若頭羽村の口から語られる一言一言が事件のベールを剥がしていく。触んじゃねえ。尋問はここでやれや。なんやったら拷問道具も持ってこさせるで。必要になったら言うよ。あんたの知ってることは全部吐き出してもらう。協力してくれるよな。初めから行こうか。まずあんたらを動かしてたのはアドデック9の小野だ。いつからだった？あんたらが奴の駒になったのは。言っとくけど俺ももう大体の察しはついてんだよ。なんなら当ててみよっか。くっ。あんたがモグラを使った最初の殺しはズバリ協力会組員連続殺人事件。協力会が目をえぐられ出した時だ。カムロ町のあちこちでね。まあそうかもな。おい八神と、なんやそれ。あんたがモグラをつっ今から半年前、はしきは梶平会長の手先で創薬センターを潰すためにアドデック9のアラを嗅ぎ回ってた。そしてアドデック9の開発者である小野には絶対に知られたくない秘密があった。だから小野ははしきを野放しにはできなかった。あの事件は当時神室町じゃよくある喧嘩として処理された。モグラははしきにとどめを刺さず、でもその時点でしっかり致命傷を与えてた。だから大して騒がれもせず、ろくな証拠も残してない。全部計算の上なら相当手際がいい。それが小野に依頼された
モグラの最初の殺しだ。当たりのようやな、ヤガミ。なかなかええ仕事しとるやないか。あいつは俺の金で勉強させてやったんだ。司法試験もそれで。おお、そうなんか。そらええ投資しましたな。ちょっとそこやりづらいんだけど。おう。モグラは今どこにいる？さあな。だが今頃俺を探してるはずだ。皆殺しにされるぞ、お前ら。モグラもここに来るってさ。上等やないか。なぶり殺しにしたるで。笑わせんな。田舎ヤクザの手に負える相手じゃねえ。モグラは何者なんだ？ただの殺し屋？そもそもあんたはどこで奴を見つけた？拷問道具は？あいよ。待て、わかった。ちょっと待て。遠慮すんなや。もっとええのもあるで。モグラは何者なんだ？モグラは、あいつも初めはカムの蝶を食い物にする情報屋でしかなかった。情報屋？ああ、俺はもともと奴の師匠をよく使ってたんだ。だがそいつは札にパクられて、その後釜に収まったのがモグラだった。正直言って師匠より断然仕事ができてな。流してくる情報は確かだし、茶化だの偽造書類だの他のどんなやべえもんも大抵は調達してくる。それで俺らはお互いに利用し合ってこの町でのし上がってきた。付き合いはもう20年近くになる。ん？話続けないと。俺が松金組の若頭になると、モグラに回す仕事も増えてった。あいつは死体の後始末なんて仕事も危なげなくやってのけてた。筋もんでもねえのに度胸も根性も座ってる。そのうち奴は仕事があるなら殺しも受けると言い出した。そん時はついに来たと思ったよ。殺しについちゃさすがに俺もためらったな。だがヤバい仕事ほど稼げるもんだ。俺は奴の窓口になって闇ルートに宣伝を打ってやった。冷やし中華始めましたって感じだな。何が冷やし中華だ、バカ野郎が。俺のやり方が気に入らねえですが、小せえしのぎで生き残れるほど神室町は甘え町じゃねえ。組の看板守るには金がいるんです。カイトみたいにカッコつけてるだけじゃ今頃組は潰れてた。それにもし上がりがでかくなりゃ登場会で直系昇格も夢じゃねえ。親父もずっとそいつを望んでたでしょうが。そいつはもう昔の話だ。へえ、そうですかい。でも俺はずっとそのために体張って生きてきたんですよ。あんたにそう叩き込まれてきたんでしょうが。話が脱線してきたな。もう一度、あんたがモグラの窓口になったとこからだ。その後は何があった？
すぐに最初の仕事が入ってきた。創薬センターの副所長を消してほしいってよ。その依頼は翔野から。まあな。ただし直接接触してきたのは翔野とは別の仲介人だった。そいつは石松って名乗ってた。愛想笑いがずっと顔に張り付いてるような小男でな。その時はお互い一度きりの仕事だと深くは立ち入らなかった。俺らはなぜ殺すのかの理由も知らされず、ただ1000万で橋木の殺しを受けた。なるべく世間の目を引かないように殺せと。まあな。その仕事で石松は俺らを気に入ったらしい。何ヶ月かして奴はまた次の仕事を持ってきた。次の仕事？ああ、アドデック9の実験台にする人間の調達とその始末だ。教令会のヤクザをさらえだと？殺すんじゃなくか？その通りです。報酬は一人につき1億。冗談だろ。この間の殺しが1000万、それがなんでさらうだけで1億なんだ？それなんですが、実はこの先何人さらう必要があるのかまだ我々にもわからないんですよ。一人で済むのか、それとも10人でも足りないのか。10人？つまりこれは長期的なパートナー契約になります。お互いに腹を割った上で固く口を閉じる必要がある。1億という額にはその含みがあるというわけで。教令会をさらってそいつらをどうする気だ？彼らはおそらく死ぬことになります。ついでと言ってはなんですが、その死体の始末もこの1億でお願いできますか？それとも別料金に？もったいぶった言い方してんじゃねえぞ！何者だてめえは。ヤクザ一人殺すだけで1億だと？あなた方は殺さなくていいんですよ。さらってきてほしいと言ってるんです。あとは死体の始末だけです。話が見えねえっつってんだ。ヤクザ舐めてるのかてめえは。私は末端の人間にすぎません。ですが私の組織は億単位、いやそれ以上の金を右から左にたやすく動かすことができます。ああ？もしあなたが私を殺し組織を脅かす存在とみなされれば、あなたを消すために同じくらいの金が投じられる。なんだと？そうなった時あなたは何日生き延びられるでしょう？少しは頭をお使いなさい。もう逃げられないんですよ。私とこうして会った時点であなたは我々と手を握る以外の道はないんですよ。銃は下ろした方が賢明ですね。羽村の頭。
本当にそこまでの組織なのか。お前らは一体。我々自体は決して暴力的な組織じゃありませんが、金だけは湯水のように使えます。誰だあんたは。石松の上司で一ノ瀬と申します。今ここに私が顔を出したのは、あなたを信頼しようと腹を決めたからです。そしてこちらも命がけでことに当たっていると理解していただくためでもある。私は正野と言います。アドデック9という新薬の開発をしていて、それはこの国の未来、いや世界の未来に必要な新薬の開発。我々はすぐにでもそのアドデック9という夢の薬を完成させなければなりません。羽村さん、そのためにぜひあなた方の力をお借りしたい。一ノ瀬、厚生労働省の事務次官か。あいつも絡んでた。まあな、医療システム産業開発機構ってわかるか。ああ、創薬センターもその一部だが、厚労省の役人たちにとって欠かせない天下り先になってる。で、そいつを20年くらい前に立ち上げた影の立役者が若き日の一ノ瀬だ。一ノ瀬はその手柄で事務次官にのし上がったんだ。つまり創薬センターは一ノ瀬の権力の源だ。それを守るためにもアドデック9を完成させる必要がある。その陰で何人人を死なせてでもか。はあ、アドデック9の莫大な利権はな、一ノ瀬たちだけじゃねえ。もう多くの人間に配分まできっちり決まってんだ。今さら陰で何人死のうが止められるもんじゃねえ。人体実験に凶霊界のヤクザを使ったのは何でだ。正野にそう指定されたからだ。正野からの指定。ああ、ハドデック9は実験するたびに死人が出る可能性があった。それで何人も行方不明にしてたらどう隠したって騒ぎになる。だがヤクザ同士の抗争なら何人死んでもおかしかねえ。みんなそういうもんだって思うだけだ。かもな。それともう一つ、正野は罪のない人間に危険な実験はできないってよ。ヤクザなら殺したって構わないって。そもそも創薬センターを潰そうと動いていたのがゼネコンの梶平だ。で、その手先になってる兵隊が凶霊界、そいつら死なせたとこで胸は痛まねえとさ。俺がそう言ったわけじゃねえよ、正野が言ってたんだぜ。ええから頑張って喋れやん。ネタなくなったら速攻お仕置きタイムやからな。チッ、これ以上何を喋れってんだ。いや、まだ聞きたいことある。なんだと。あんたはさっきモグラの窓口しかやってないような口ぶりだったけど、実際はそうでもないよな。あんたも凶霊界への襲撃に積極的だったって証拠がある。それは
こいつだよ。覚えてるよな、これ。あんたが久米をさらった時の防犯カメラ映像。この時あんたが矢面に立ったのは何でだ。防犯カメラに顔までさらして、あんたらしくもない。答えてくれ。あの時はモグラが凶霊界を2人立て続けにやったってタイミングだった。そうなると奴らも警戒が厳重になって、もう単独じゃ街を出歩かねえ。うん、そんな状況じゃモグラが一人で凶霊界の人間をかっさらうのはさすがに無理だ。だがモグラは俺以外の人間には絶対に顔を見せねえ。だから俺が手貸すしかなかった。あんたがアムールを出た後、モグラは裏口から久米を連れ出してった。アドデック9の実験台は車のトランクに押し込まれて小野のところへ運ばれる。創薬センターへか。いや、センターじゃねえ、違うとこだが、その場所を知っているのはモグラだけだ。人体実験はそのどこか秘密の場所でやってるってことか。そんなとこだ。じゃあ死体から目がえぐられるのは何で。さあな、それも俺は聞いてねえ。ヤクザ同士の抗争を演出したのか。単にモグラの趣味かもな。次は新谷が殺された件だ。新谷は凶霊界のヤクザじゃない。なのにアドデック9の実験台にされたのか。それともあの人は他に殺される理由があった。あいつがやられたのは俺のせいだ。え？久米が死んだ事件で俺は裁判を受ける羽目になった。でもよ、やってもねえ殺しで無償行きなんて冗談じゃねえ。だから俺なりに保険をかける必要に迫られた。保険？裁判前新谷と接見した時に俺はこう言ったんだ。もしこの先無罪の可能性がなくなるようだったら創薬センターの小野を調べろってな。それじゃああんたは一ノ瀬たちとの秘密を新谷に漏らしたわけか。別に一ノ瀬の名前までは出してね、小野の名前だけだ。だがまあ連中から見りゃそれも立派な裏切り行為だろうよ。だから俺は新谷にもきっちり口止めはしてた。いざって時の情報だとな。そんな大事な情報だと理解していて、なんで新谷は小野宛に電話をかけた。さあな、だが勝手な想像ならできる。聞きてえか。ああ、聞きたいね。新谷はよ、お前に負けたくなかったんじゃねえのか。え？あいつが俺を無罪にした時も実際に決め手の証拠を掴んできたのはお前だった。新谷はただそのおこぼれで名を挙げただけだ。周りの連中も口にはしないがみんな承知してたろ。おまけにお前はさらに奴より先を行こうとする。裁判では分からずじまいだった真犯人さえ探し始めた。それを新谷はどんな気持ちで見てたんだろうな。お前が華麗に真相を暴くのを期待してたか。俺にはそうは思えねえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。お前より先に真実をつかむ。それができて初めて奴はお前に勝つことができる。じゃあ新谷は
自分の手で事件を探ろうとして創薬センターに電話を。俺の勝手な想像だっつったろ。だがどんな理由にせよ結果は同じだ。新谷が正野に近づこうとしたことはすぐ一ノ瀬にも知れた。それで奴は俺が新谷に情報を漏らしたと気づいた。俺としちゃもう新谷には死んでもらうほかなかった。モグラには俺が自腹で金を払ったよ。身代わりの犯人には綾部を選んだ。俺たちはまず奴の銃を手に入れた。その銃を使って新谷に手を下したのはモグラだ。凶器になった銃には弾を補充し、使った痕跡を消して綾部の懐に戻した。一方死体から見つかる弾にはその銃の洗浄痕がつくことになる。するとそこにあるのは綾部刑事の銃で新谷が撃たれたって紛れもねえ事実だ。結局綾部にはまともなアリバイもねえ。誰かに襲われて記憶がないってそんな説明誰が信じる。まあな。でもモグラを捕まえてあんたが今の証言をすれば。なんだ、どうした。なんか焦げ臭いな。何松金組が俺を助けに来た。モグラも一緒かもな。おやさん、ここを出るぞ。立て、羽村。今すぐ俺を解放した方がいいですよ、親父。松金組は俺が引き上げさせますから。そうすりゃあんたらも助かる望みが。黙れ。厚労省がどうのって話が確かならお前も使い捨ての駒でしかねえぞ。連中にしてみりゃいくらでも替えが利くんだからな。そんなわけありませんよ。バカだねお前は。え、行こう。松金組や、下で火つけとるぞ。上等やろ。か、頭。ああ、村瀬、敵は何人や。頭。ああ、やってくれるやないか。おい、うちの組はいつからこんな武闘派になったんだ。行くぞ、おやさん。おう、羽村のことは俺に任せろ。死ねや。おい、お前ら
早く助けろ。タボ、組の連中をこっちに近づけるな。分かった。